サンジエゴマルは三菱商事が保有した石油タンカー。日本最初のディーゼル推進タンカーであるサンペドロマル型の2番線として1928年に竣工した。太平洋戦争前に建造をされた日本の公用タンカーのうち終戦時に健在だった唯一の船で戦後も戦断式捕鯨や石油輸入に長く活躍した。32年間も一貫して 石油輸送に従事した功績からサンエゴマルを知らずしてタンカーを語る中でと日本の海運関係者の間で評された。1920年代になると軍艦をはじめとした船舶燃料の石炭から重油への切り替えが進むなど石油需要が拡大した。日本でも傾向は同様で1921年に初の近代的な国産公用タンカー 立花丸が巡航したのを皮切りに石油輸入用のタンカー建造が始まっていた。そこで日本海軍向けの石油を取り扱ってきた三菱商事は石油需要のさらなる拡大を見越しタンカー3隻を新造することにした。こうして三菱商事が1926年末に発注したのがサンペドロ丸級タンカーである。その2番船は 1928年1月に、三菱長崎造船所で浸水して、サンジエゴマルと命名され、同年3月8日に竣工した。なお、姉妹船としては3番船のサンジュイスマルが建造されたほか、小倉石油が、選手の第一小倉丸と第二小倉丸も同型である。あとに、寸法を、ヤードポンド法から、 メートル法に改めて再設計したサンラモン丸92隻も建造されている。純道系のサンラモン丸。基本的なデザインは本船と同じである。船体の基本的なデザインは船尾機関型で船首寄りに船橋を置いた当時の典型的な大型タンカーである。輸送は18個のタンクと12個のサマータンクに区画されていた。輸送のほか。 選手近くには、容量1トンの通常貨物用戦争が設けられており、北米向けのキート輸出に使うことが想定された。この貨物層の蓋に一番線のサンペドロマルでは横へスライドするマッカンキング式を日本で初めて採用したが、サンジエゴマルは異なった形式の可能性がある。サンペドロマル級の最大の特色は、日本のタンカーとして初めて、 ディーゼルエンジンを搭載したことである。経済性の高い大型商船用ディーゼルエンジンは、1920年代に本格的に実用化され、日本でも1924年春光の貨物船、赤木山丸から導入が始まっていた。本船は、スルザー社製のディーゼルエンジンを採用した。後の大型タンカーと異なって、有事の補給艦としての利用は考慮されていなかったため、 経済成重視の低出力機関で低速船であった。竣工したサンジエゴマルは実質的に発足したばかりの三菱商事船舶部の持ち船として姉妹船とともにカリフォルニア州産の石油輸入に専入した。約12年間の北米航路では安定した運航を実現した。唯一のトラブルは1930年2月初旬のロサンゼルスから 徳山市大三海軍燃料省への航海で悪天候により上甲板へ亀裂が入ったことであった。やむを得ず積み荷の重油の半分を投棄して沈没を免れている。この事故はその後の船舶設計において参考となった。日米関係が緊迫する中、1940年9月にはカリフォルニアからオランダ領東、インドへと目的地が変更され、以後は 日蘭解消に基づくイン産の石油輸入に従事した。しかし、イン産の石油も翌年8月のアメリカ合衆国による対日石油金融と合わせて輸出停止となった。太平洋戦争勃発約1ヶ月前の1941年11月5日をもってサンジエゴマルは日本海軍に海軍省の一般徴用船として徴用された。海戦時には 台湾方面の海軍艦艇に対する補給任務を命じられたが、12月8日に、文後水道付近で、日本海軍が防御用に付設していた機雷に誤って接触し、大破してしまった。日立造船員の島造船所で3ヶ月かけて、修理された後、1942年3月10日に、特設運送船として、再び海軍に徴用された。 主に後方での石油輸送に従事し、例えば1943年11月から翌年3月の期間には、ボルネオ島メデから日本本土へ2度の原油輸送に成功し、付随して米やマニラ朝サ、人員の輸送も行っている。タンカー不足を補うために開発された、無動力橋気型の特殊輸送船の栄光も実施した。航海中、1943年9月には、 敵潜水艦の魚雷攻撃を受けたが、命中前に魚雷が仮想爆発したため助かった。文字発、高尾広域の第130戦艦加入中、1944年1月23日に、両船、パ、生丸が空襲で撃沈された際には、乗船していた陸軍兵や船員ら927人を徹夜で救助し、陸軍から感謝状を送られている。 1944年3月25日をもって、サンジエゴマルは海軍からの徴用を解除された。以後は民主船の建前で船舶運営会の管理下に入り、軍事輸送にも協力する海軍配当船として運航されている。1944年4月に、訂正のタンカー主体で、ミルと日本本土を結ぶ、石油護送船団である未船団の運航が始まると、 サンジエゴマルは、姉妹船、サンジュイスマルなどと共に、中核的存在として加入することになった。まず、6月から8月にかけて、ミリ経由でシンガポールまで往復に成功した。日本帰還後、徳山停泊中の8月15日に雪原中の、給水船が火災を起こす事故があり、乗員一人が死亡している。1944年後半には、 アメリカ軍の潜水艦や航空機による通称破壊の激化のために本の輸送船被害は増大。姉妹船も次々と沈み、最後まで残ったサンルイスマルモも八十六船団加入中の九百四十五年一月に撃沈された。しかしサンジエゴマルは九月から十二月にかけて未19船団と未二0船団という危険な航海に加わってミリまで往復し、 無事に輸送を終えている。戦況の悪化から12月に未戦団の運行は打ち切りとなった。未二十戦団で日本に帰ったサンジエゴマルは1945年1月中旬まで修理を受けた後、セリアマルなどとともにクレコ周辺の瀬戸内海で待機が続いた。一度はシンガポール行きの石油戦団である非戦団への加入が命じられたものの、 集合地の文字まで開口した時点で出撃見合わせとなった。日本海方面の海軍艦艇への補給任務のため6月末に7尾湾に進出し空襲避けのカモフラージュを施した状態で終戦の日を迎えた。海戦時に40隻以上あった日本の大型タンカーのうち終戦時に健在なのは本戦だけであった。終戦後サンジエゴマ丸は 数少ない稼働タンカーとして日本の復興に活躍した。1945年11月に GHQ の指示で横浜港に開港され整備を受けた。そして GHQ の日本商船管理局統制下の日本船を示すスケージャップ番号として X041 を割り当てられ横須賀港を拠点に浦賀沖で福音船に給油する任務に従事した。 1946年12月に南極海での母船式捕鯨が再開されると、給油船兼ゲ油中積みタンカーとして捕鯨船団に加わり、1949年3月まで3回にわたって南極海に出動している。生産されたゲ肉は食料難を救い、芸油は貴重な外加減となった。1948年8月に GHQ が ペルシャ湾へのタンカー配線を許可すると、サンジエゴマルも1949年5月15日に5番手としてペルシャ湾に赴いた。これは日本にとって戦後初めての商用外国航路であった。その後、サンジエゴマルはペルシャ湾や北米からの石油輸入のため三菱海運を選手としてさらに約10年間も航海を続けたが、1960年2月に 第一線での運用を終えた。船体は坂口港山にスクラップとして売却され、同年9月に解体された。号称は横浜港博物館に保存されている。サマータンクとは輸送の原則上部を区切り取るように設けられた補助タンクで波の荒い海域を航行する際には、空に状態にしておくことで液面を小さくするとと,ともに重心を下げて、 船の安定性を高める機能がある。天候の良い夏季には普通の輸送としても使用できた。戦中建造の戦時標準セントルコリラ型タンカーは、橋立丸など若干の残存船があった。また、戦前建造タンカーとしては、給油艦兼用の水上規模艦、新位が大破状態で在籍したほか、タンカー機能を有する捕鯨母船。 第3と南丸は沈没した船体をサルベージして再使用されている。ありがとうございます。